アフガニスタンで人道支援に取り組んだ中村哲さんが現地で教団に倒れ、間もなく1年です。福岡県庁では、1周期を前にその功績を伝える写真展が始まりました。写真展では、アフガニスタンで30年以上にわたり、医療のみならず用水路の建設などに取り組み、現地の人々の暮らしを支え続けた中村さんのアりし日の姿が、 200枚を超える写真で紹介されています。オープニングセレモニーでは長女の明子さんと小川知事が中村さんの意思を継ぎ活動を続けるペシャワール会を支援する募金箱を設置しました。もう長い間父が活動してきたんだなっていうことがすごくこう伝わってきます。会の活動も。 あのみえっと皆さんのご支援をいただいてこれからも続いていけばっていうのが私の願いでございます。中村さんの活動は国際的にも高く評価され、福岡県は今年1月に県民栄誉賞を送っています。写真展は11月11日まで福岡県庁の1階ロビーで開かれています。